来た、レーベル22。なんか作りたいやつあったんだよな、22で。で、まあ一回上まで上がっちゃうか。長いですね。どこまで登れば終わりなんでしょうか。とりあえずは59回目標だけどね。まだまだ6月でしょ。言うてね、今年1年はずっとタルタロス多分登り続けるだろうから、何回まで行くんだろうな、本当にな。ちょっと待ててきた。疲れちゃったかー。帰ってもいいかもな、今日はな。59回が近づいてきました。大丈夫ですか？息切れしてませんか？ゆかりちゃんがちょっと息切れしちゃったからな。これ1万円出た。やべえ、ついに5桁持った。来たー、レア宝箱。装備くれ、頼む。あまり見たことない。武人の証、装備来た。武人の証、いいんじゃない？物理を受けたとき、低確率反射。反射！反射すごい。反撃じゃないんだ。反射はすごいな。これちょっと誰かつけときたいね。俺はまあ激マメクでいいと思うけど、真田かな。いや、これでさ、なんか敵のボスがね、もう真田、もう息も絶え絶えの真田にとどめ刺しに来た時にパリーンっつってね、反射したらもうこれはめちゃめちゃかっこいいぞ。あ、一旦帰りますか。いや、ゆかりんありがとう。まあ、これでまた順平が今度は風が治って、みたいな。入れ替わり性ですね、疲れたやつが。まあ、よりなんか消耗が激しそうだよね、そういう感じになると。魔術師が3体いてもしょうがないんだけど、なんかあれですね、日曜のワイココミに向けて、忍者が欲しいんですけど、なかなかいい合体がないので、でも2万7000か。まあ、買っとこう。買う買う。なんか樽貸し合おうと思ってるし、買う。買います。6月19か。最近タルタロス結構順調ですね。一人増えるのってやっぱ大事なんだな。入れ替えれるからな。割と毎日タルタロス行けるようになってきたね。お、早速一件。誰ですか？あ、お前か。ま、気になってるけどな、お前の告白の結果。最近どうよ。楽しそうだな、お前。腹立つな。恋が実って。俺は超ハイテンションよ。まあ、ある意味お前のおかげ。いや、あの後個人レッスン受けたんだろ、こいつ。どうなったのよ。またどっか行こうぜ。お前に話したいこといっぱいあるんだよ。人がすっごいけど、やけに浮き足立ってるな。足引っ掛けてやりたくなるな、こいつな。個人レッスンどうだったんだろう、加納先生の。お前か。あ、そろそろタバコの件もな、片付けなきゃいけないな。犯人の情報は聞いてないかい？まだ頑張ってんだな。いや、聞いてないですけど。そうか、なかなか尻尾を出さないやつだな。まあ、何かあったらすぐ教えてくれ。では失礼するよ。犯人探し熱心すぎるね。まあ、生徒会気になってるから行ってもいいのかもな。悩ましい。あれ、あ、いるじゃん。何そんな、なんでそんな至近距離で見てんの、このポスター。ペルソナ2の主人公みたいなポスター見てるやん、達也みたいな。気になるのこれ。あ、失礼くん。あ、もしかして一緒に帰ろう。あ、ごめん。このところ調べ物があって。ごめんって、そんな目で見ないでよ。なんか俺が強要してるみたい、パワハラしてるみたいじゃん。俺が、私お料理できるようになりたいんだよ。お料理でもね、まだ研究中で、その食べられない味だと思うから付き合ってくれても。え、いや、食べる食べる、全然ちゃんと真摯に向き合って味言うし。もしかしてあれかな、ペルソナ4でいうユッキーポジション、ダークマター。深入りすると大変なものを食べさせられそうだ。ダークマター卵焼き作る、もしくはあの味のない、なんだっけ、オムライスみたいな。これ以上踏み込みには、あー、勇気が足りない。勇気あげよう。男カンとか言って男。でも背中ジンベイ切ればね、背中に男って書いてあるけどね。これ以上踏み込めない。もう一段階ぐらいでいけんのかな。でもまだここぞでは違うでしょ。男ってさ、結構先なんじゃないの。ちょっと勇気頑張るしかないか。こういうところでステータスがね、かかってくんだね。隣町の人、復讐依頼サイトの仕業じゃないかって。え、復讐の依頼を、復讐されたってこと？復讐依頼サイトに消されたってこと？復讐依頼サイト？それって何、やばいの？本当に実行されちゃうってこと？いや、なんかペルソナ2だったら本当になんか噂の復讐依頼サイトが本当にね、噂が現実になって、あのキングレオみたいなね、須藤達也みたいなやつが本当に人を殺して回るみたいな、ありそうだけどな。これね、復讐噂になってるね。なんかちょっとあれだね、ペルソナ2の片鱗もまだ伺えるね。ペルソナ3ね、なんかちょいちょい噂関連出てくるな。お、誰だお前。
あ、先輩、誰だお前とか言っちゃった。アスリ君、今ね、この記事読んでたんだけど、この写真の人顔色悪いよね。なんかの病気かなって。何言ってんのこいつ。あ、ごめん、今日部活ないから読み受けてたんだ。何の資料だろう。なんか一応読んでるポスターはね、オーケストラの写真ですけど、顔色悪いか。綺麗に写ってるけどな。今日生徒会で行きましょうか。お、なんか緊迫してるやん。犯人見つかったのか。役員たちが揉めている。何度説明すればわかる。これだから無能なやつとの会話は人を見下すなって。心に秘めとけそれは。なんで女子の私が疑われるの。え、副会長女子疑ってんの。なんで。男子トイレのタバコの吸い殻でしょ。いや、それそうだよな。副会長女子に言ってんの。しかも出演した女子が男子トイレに吸い殻を持ち込んだ可能性は否定できまい。もうそれ言い出したらもう何でもありじゃん。そんなこと言ったらキレねえだろうが。そうだよな。そんな言ったらもう外部のさ、勝手に入ってきたやつとかの可能性もあるし、先生の可能性だってあるじゃん。小田切、小田切は孤立しているようだ。いやー、でもこれちょっと肩持つのもしんどいな。あ、帰ってった。よかった。烏合の衆がそんなに見下す。何が違うんだよお前と他の連中との。アスリ君見てたのか。ひどい奴らだ。煽っていくか。いや、疑い出したらキリないって。さすがにこのサイコパス選択肢を選んでみたいけど、キリないよ。やりすぎだよ。その言葉、一時の感情に任せたものなら、アスリ君警察だぞ。どっちが警察だよ。お前だろ。小田切は不機嫌になった。揺るぎない秩序は己がうちに揺るぎない覚悟を抱けるものによって構築される。孤立ではない、孤高だ。内愛で身を滅ぼすのは愚の骨頂だ。まあそれがね、どうも君の前では説教が過ぎるな。すまない。もうもはやダグザみたいになってきてるやん。依存するな、シセル君とか言いそうだもんな。急に孤立ではない、孤高の存在となれってね。言ってきそうだなお前。ダグザにだけはなるな。小田切、小田切なりに気を使ってくれているようだ。とね、こう思い込みが激しいというか前のめりすぎるんだろうな。小田切のことは分かったけどさ、どうやってほぐしてやればいいんだよこいつのこと。これは難しい問題だよな。一回ね、多分社会に出て自分がね、あ、高校ってこんな狭い世界だったんだと、世の中にはこんないろんなやつがいるんだっていうのをちょっと学ばんと、これ多分無理だな。ショック療法を使わないと多分これ一回へし折らないとよくないよ、何かしらでな。まあ、挫折を知らないのかもね、小田切はね、過去に。皆が出て行っては定例会無理だな。今日は解散しよう。もう俺がやるしかないのかもしれない。あの超人的な、もう水泳も勉強もできる俺が、小田切をもうへし折るしかないかもしれない、一回な、バキバキに。で、屈辱を味わわせて、あ、世の中にはこんなすげえやつがいるんだと、一回思わせないと小田切のためになんないかもしれないな。え、ちょっと買い物行ってくっから。こんな時間に夜遊びすんなよ。おい、誰か注意してやれよ。ユーカリンの体調どうだ。ユーカリンの体調は、ユーカリンがダメだったらちょっと今日やめとこうかな。なんか順平も勝手に出てったしな、あいつな。じゃあ今日はタルタルスやめときますよ。あと勇気あげよう、風花ちゃんの料理を食べるために。そんなことある。こいつもこいつでやべえよな。これ以上踏み込んだらやばいもん食わされそうっつって。勇気が出ないって、どんだけ失礼なんだよ。一回も風花ちゃんの料理見たことないよな、まだな。やばいな、こいつ。あ、お前いるじゃん。何してんだよ。俺って両手剣だろ、やっぱり使う欲しいよな。ザ、伝説の剣。いらん。せいぜい頑張れよ。自由当たりきつ。俺が言える言葉じゃないけど、当たりきついな。まあ、せいぜい頑張れよ。おう、俺頑張っちまうぜ。ポジティブだな、お前。ちょっといらん聞いてみよう。ザ伝説剣、いらんいらんいらん。男のロマンを一発消えた。これまた冷てえ仕打ちだな、おい。さすがにちょっとね、冷たいよね。まあ夢はでっかく持とうぜ。伝説の剣か、まあ合体剣でね作れればいいですけどね。ちょっと余ってるフロスト君とランタン、余ってるとか言っちゃった。フロスト君ランタンとかちょっと吸収させていくか、サーベルに。まあ、とりあえずまずはフロスト君つけてみるわ。78まで上がる。ベースサーベルね。あ、いける。遮光器道具。人形を押して作られた人形、異性に渡せば喜ばれるかも。これゲットしておいて、遮光器道具で。遮光器道具持ってこいの依頼あったよな。早速渡しとくか。
これこれ、遮光器道具一つ入手せよ。ぜひ拝見。ああ、しかもグランカーニバル。いいね。真田のやつ。このなんかエリザベスからもらえるやつってかなり強い武器が多いから、おもちゃの意味とかね。これは期待がかかる。あ、それが遮光器道具ですか。非常に古いもののようですが、職人の技を感じます。まあ確かにね、精巧な作りしてます。私もね、部屋に飾ってるんですけど、遮光器道具。あ、そういえばこんな姿のペルソナもいたような気が。ね、荒はばきね。こちらが報酬になります。なんか渡したやつさ、この部屋に飾ってってほしいよな。せっかくだからな。まあ、早速、真田に装備させたいとこだけど、今日はタルタロス行かないからな。ああ、やっぱ強い。ああ、でも80か。まあでも、ナックル系の中で強いか。攻撃回数が多いからね。名剣を加工した拳武器。え、剣ついてんの？トゲトゲってこと？速さ3アップもでかい。これ、真田に持たせてあげようか。やっぱ強いね、ザベス武器はね。これがあるとあんまり合体剣とかね、作んなくてもいいんじゃないかって気になってくるよな。未だ合体剣がね、追いつかないのよ、ザベス武器に。まあ、おとなしくね、フェロモンコーヒー飲んどきますか。結構コーヒーガブ飲みしてたから、割とすぐ魅力上がった気がしたんで、やっぱ勇気もね、ガンガンカラオケ通えばいいんだろうな。あ、電話か？いや、もういいて。あ、ベーベー。モースモース。あー、構わないけど、日曜は空いてないよ。拙者暇です。うん、可愛いやつだけどな。申し訳ないわ、ベベ断るの。むー、残念。また今度誘いますよ。寂しそうに電話切るもんな。こいつのね、だって留学する期間も決まってるだろうから、なんか一日でもな、なんか長く遊んでやりたい気もするんだけど、申し訳ねえ。俺遊ぶ相手多すぎるから、うまいことも遊ばなきゃいけないからな。学力まだ上がんないか。そういや、この間担任が言ってたけどさ、霧城満って3年の生徒会長知ってるだろ。お、先輩が噂になってる。あの人卒業したら留学するんだってよ。へえ、南條くんじゃんそれ。将来霧城グループを継ぐためだって。やっぱあれか、南條くんもそうだったけど、こういうなんか財閥のね、子供ってのは外でね、経験を積みに行くのかね。へえ、すげえ、俺らとは違うよな。けどさ、あの人って確か寮住まいだろ。なんでんなとこ厳しく育てられてんのかね。うん、まあ完璧なエリートだもんな、先輩。お、なんだなんだ、イベント何してる。お先輩、ビクビクってなるよねそれ。先輩入ってきたらね。ちょっといいか。はい、何ですか。今夜急に理事長が見えることになった。急に、いや来ない、いなんかいてほしい時にいないくせに、別に何でもない日に急に来るよな。何なんだあいつ。4階の部屋に集合してくれ。おー、なんかあんのかな。あ、はい、わかりました。あと17日もあるよ。じゃあ、伝えたぞ。なんかこれで新しいギャグ思いついたんだよねとか言ったらマジでぶん殴るからな、理事長。すごいな、三つ先輩ずっと腕組みして歩いてんだね。ちょっと胸が重いのかもしれないな、あの腕組みの仕方は。あら、風花ちゃん。あら、ワンちゃん、どうしたの。コロちゃん、お手。あら、可愛いもん同士が絡んでる。尊い、まぶしい。なんでここにカンカンとかペットボトルが転がってんだ。綺麗にしてくれ。ゆかりと風花が犬と戯れている。尊すぎないこの空間。一生見てられるぞ。犬も可愛いし。おかえりなさい。可愛いしか存在しないな、周りの空き缶以外な。おかえり。うわ、しかもこの二人からおかえりと言われる。いいな、俺もここに暮らして。触っていいかな。俺も触りてえよ。どうぞ。何、野良犬。ほら、コロちゃん。コロちゃんって風花ちゃんの犬か。実家の犬。首はついてないよね。お、でもめっちゃ人懐っこい。犬はすっかり落ち着き払っている。コロマルっていうの。コロマル、名前つけたの風花が。いつもは神社の階段のとこにいて、狛犬みたいにじっとしてるんだけど。あ、そうなん。俺神社通ってるけど見たことないわ。風花ちゃんラッキーだね。増えた。おー、なんだなんだ。これは飼い犬か。うん、この犬相変わらず一人で散歩してんのね。コロマル一人で散歩。すげえな、なんかハチ公みたいだね。ああ、その犬はね、長泣き神社の神主さんが可愛がってた犬なのよ。ガチでハチ公じゃん。だとしたら、この道は夕方に必ず散歩するお決まりの道でさ。あー、で神主さんもう亡くなっちゃったけど、一人で散歩して一人で帰ってんの神社に。
忠犬ハチ公だって、ちなみにこの間ハリウッド版ハチを見たんですけど、普通にめちゃめちゃ感動した、いい映画だった。だからここにいたんだ。それ思い出して泣きそうになったわ今。まあ生前の話だけどね。へえ、そっか。え、生前？ちょっと俺たちでなんか買えないかな。でも神社に、多分俺たちが買おうとしても勝手に神社に帰っちゃうんだろうね、コロマルはね。あらやだ、聞きたい？聞かせてくれ。そうね、半年くらい前だったかしらね。半年か。神主さんお散歩中に事故で死んじゃってね、それからっていうもの、その犬。お散歩中に死んだってことは、このね、コロマルも見届けたってこと？その死の瞬間を。決まった道を散歩する以外、事故のあった場所から動かないのよね。あー、え、事故のあった場所、ここ、この寮の前ってこと？無理にどこかに連れてくわけにもね。だってこの間もうちの息子がね。まあそうなったらもうみんなで可愛がって餌とかあげて世話するしかないよね。おばさんの話は延々と続いた。マジでハチ公の話と本当に似てるわ。あら、いけない、こんな時間、息子が帰ってきちゃうわ。うん、いやでもすげえな、リードとかなしで散歩してたな。お前中堅なんだ、泣かせるじゃないかる。ねえ、めちゃめちゃいい子じゃん。あれ、この子何どうしたの？うん、ん、あら、歩いて行っちゃった。ごめん、気のせいだったみたい。何、気になるから言ってよ。あ、それより今日って確か理事長が来るって。でも理事長とかどうでもいいわ。私たちもそろそろ中に入ろう。いや、一緒に神社まで行こうぜ、あの子と一緒に。もうどうでもいい、理事長なんて。おお、全員いるね、ちゃんと。どうもどうも。お、新しいギャグじゃねえだろうな、本当に。調べ物に答えが出そうなんで、ほう、いち早く伝えようと思ってね。なんだなんだ、満月の件？例の満月に出るシャドウの件だ。ちゃんと調べてた。やるね。ちょっと面倒なんだ、よく聞いてほしいんだ。うん、実はシャドウはその性質によって12のカテゴリーに分けられる。もう完全にあれだ、タロットのアルカナだ、大アルカナ。このことはだいぶ前から分かってるね。生物学の何かや何もみたいなもんだ。いや、前から分かってんなら教えろや。で、これまで出現したシャドウをこれに分類してみると実に興味深い。楽しそうだな。そんな楽しそうにすなよ。どういうことなんだ。続きお願いします。なあ、めんどくせえな。おっと、すまない。でだ、うん、これまでのシャドウ4体は現れた順にカテゴリーの1から4だと分かったんだ。はい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 、順番通りなんだ。見た目は特別だったが、連中にもこの分類は当てはまるらしい。本当はエヴァンゲリオンの使徒みたいだね。第一使徒、第二使徒みたいなね。それってなんかすごいことなんですか？まあ、次の属性の予想がつくってことですよね。対策が立てれると。そうか、つまり大きなシャドウは全部で12体いて、うん、残りがあと8体ってことですね。ってことはやっぱ毎月毎月って感じなんだな。さすが山西くん、飲み込みが早いんだから。やっぱエヴァ的にね、どんどんやばい使徒っていうかね、シャドウになっていくんだろうね、最後の方に行くにつれて。そうなんすか。実際シャドウって何がしたいんすかね。目的気になるよな。これもちょっとエヴァっぽいよな、目的不明。いい質問だね。実は目的がよく分かってないんだよ。うん、連中は獲物を殺さずに精神を。ああ、影人間ね。捕食には違いないが、生き物のようにただ繁殖するのが目的なら遠回りすぎる。なるほど。シャドウは総体としては何を目指す存在なのか、その辺は研究中なんだ。おお、面白くなってきた。この辺はちゃんとね、伏線回収してほしいね。するだろうけど。面白いですね。うん、おもろくなってきたぞ。ただシャドウが何であっても脳筋残りも全部倒すだけのことです。お前は脳筋すげえ面白いですねっつって、お前は戦える敵があと8体いるって知ってな、楽しくなってきただけだろ。そうだな。待てよ、で行くと1体目があの真田が連れてきたやつでしょ、寮に。その前は真田と充さんは、なんかその前にもなんか言ってたね、なんだっけ、でかいやつがまた来たって言ってたから1体目は違うのか。一瞬さ、俺が転校してきた時に1体目が来たんだったら犯人俺じゃんみたいな、コナン君みたいなさ、コナン君がいるとこに犯罪が起きるみたいな感じで、俺のせいかみたいな思ったけど、俺が転校してくる前に1体出たって言ってたよね。
で、2体目、3体目、4体目が俺たちが倒した1体目、2体目、3体目ってことか。で、全部で今まで4体ってことね。よかった、俺コナン君じゃなかったわ。奴らの目的が何であれ、全部潰すしか今はやれることもない。うん、あと8体か。相当だな、それ。長い戦いを丸1年やんなきゃいけないからね。データでは来るたびに強くなってます。こちらも力をつけないと。なんなら3年生の2人受験だからな、大変だよな。なんとかするさ、時間は十分ある。え、でもみつる先輩だって留学の準備って結構大変でしょうよ。真田はね、ボクシングだけやってりゃいいだろうけどさ。どうなんだそれ。ダロスか、なんであんなものがあるんだろう。うん、その霧城グループの実験っていう説も気になるよね。あ、じゃあやっぱ知ってるやん、霧城グループ絶対絡んでんだよな。じゃあなんか霧城先輩としてはなんか使命を帯びてるのかもね。ここの学生を使って実験をね、成功させるみたいな、なんか使命がありそう。満月に現れるシャドウのこと、それにシャドウたちの目指す目的とは一体。あと8体、まだ先は長そうだ。いや本当ですよね、まだまだこれからって感じですね。連中も次第に強くなってるようだが、そんなのは気にする必要はない。ほう、強気だね。俺たちは変わらずタルタロスで上を目指す。努力が足りてれば連中に勝てるし、足りてなければ負ける。脳筋のね、ストレートな考え方、いや嫌いじゃないよ。要するに努力せよってことだろ、単純な話さ。そうだね、うん、ちょっと考え事でな、話し相手なら他を渡ってくれないか。考え込んでる、珍しい。結局このさ、タルタロスの謎が解き明かされるにつれて、多分霧城グループの闇みたいなのが明るみに出るんじゃないかな。それはそれで複雑だよな、霧城先輩。なんだい、メガネ拭き。お前かい。いたわー、メガネ。いたわ。持ってはいるけど、アスリ君はメガネかけてないよね。そうか、わかったぞ。メガネ拭きが、やめて。メガネにかなったわけだ、アスリ君のね。まあ、おメガネにかなうとかいうやつね。これなんか、あれじゃない、かかってなくない？いや、そんなに、かかってないよな、別に。そういうわけなら渡さないわけにはいかないね。ならこれ、どこに出しても恥ずかしくないメガネ拭きだ。そんないいものいいの？大切にしてやってね。いくつきのメガネ拭き、臭そう。ちょ、すぐに。ちょ、すぐに渡しに行こう。いくつきのメガネ拭き、臭そうはちょっとよくないな。なんでしょうか。じゃあなんか、いや、今のはよくないよ、いくつきが。今までの満月に出るシャドウのデータから残りの個体の戦力を予想してみました。いずれもかなり手強いですが、決して勝てないレベルではないですね。タルタロスでの訓練をコンスタントに積めば十分に勝算が見込めます。まあ今まで全部勝ってるからね、それはそうなるよ。これからも頑張りましょうね。データ派なんだな、風花ちゃんはな。まあ真田は感覚派だね。とにかく強くなればいいんだろ、負けねえんだよっていうな。わかりやすいっちゃわかりやすい。ジューンブライドの季節に離婚の話題。新婚旅行から帰った矢先に離婚してしまう、いわゆる成田離婚。あー、成田離婚聞いたことあるわ。その成田離婚が急増していることが政府の調査によって分かりました。この時期だったんだね。なんかね、そのイチャイチャして、いや付き合おうぜ、結婚しようぜって結婚したはいい、勢いで結婚したはいいものの、初の海外旅行でね、いろんな気に食わない面が見えてしまって離婚しちゃうってやつね。うん、結局あれだろ、残りの8体倒せばいいんだろ。だったらぶっ倒そうぜ、それでバンジー OK じゃんか。もう男どもはみんな単純でいいね。本当タルタロスって何から何まで謎だらけだよね。うん、いつから存在してるのかとか、そもそもなんで出来上がったのかとか、こんな謎本当に私たちに解き明かせるのかな。まあ学校のさ、歴史に深く関わってそうではあるよね、学校の歴史に。学校を作った時に何かしらの研究を兼ねてる気がするよな。とりあえずタルっちゃうか、タルタロルか。さてメガネ拭きですね。それがメガネ拭きでございますか。普通に見たらただのちっちゃい布だからな。なるほど、ただの薄汚れた布ではないようでございますね。あ、やっぱ薄汚れてるんだ。ちょっと臭そうって思ったの間違ってなかったかもな。細かな機能、柔軟性、吸湿性、適度なサイズ、まさにメガネを拭くために存在する品。そうね、ちょっと割といい生地というかね、なんて言うんでしょう、あのなんかなんとかファイバーみたいなやつだよね。とはいえ醤油的な、汚ねえマジで。
え、あいつメガネに飛んだ醤油そのままメガネ拭きで拭いてんの？汚っ。醤油的な成分も付着しているようですが、本当に醤油かそれ。メガネ拭きとして生まれながらメガネ以外も拭き取る懐の深い布ということでしょうか。まああいつだけだと思いますけど、理事長なんか人に渡すときにちょっとその辺気にしてんのかな。まあ、いきなりねメガネ拭きくださいって言われてもそれはキョトンってなるかもね。俺だったら嫌だもんね。自分の使ってるメガネ拭き渡したくないもんな。なんか潔癖じゃないけどさ、自分のその一番体に近い部分、目の周りのやつをさ拭いてるものをなんか他人に渡すなんか嫌だよね。リップクリームくれって言われてるみたいなね感覚があるわ。ありがとうございました。どうぞお持ち帰りください。私はメガネをかけておりませんし、醤油的な成分を拭くこともございませんので、俺もいらねえ。これすぐ捨てようぜ。それではこちらが報酬になります。お受け取りください。42,000円。え、こんなので42,000円くれんの逆に。儲かったなぁ。これ、寮のゴミ箱に捨てられて、それ理事長が発見して、ちょっと落胆する姿まで想像できるな。次はオランウータンの木。これはもうよくわからんけど、27日に誰かにもらえると。オランウータンの木は全く想像がつかないね。何オランウータンの木。オランウータンはわかるけど、オランウータンの木ってなんだよ。オランウータンが持ってる木ってこと？じゃあ一番オランウータンに似てる純平が持ってる木ってことでいいのか？ちょっともうわからねえ。何が何やらわからん。ダブルアップ多いな最近。来いよ。やっぱしょぼダブルアップなんだよね。さらにトリプルアップ。どんだけダブルアップ連鎖すんだよ。トリプルアップか。でもなんかいらんのしかないな。また4回目。ちょっとそろそろいいやつ出してくれ。もう外ればっかりじゃねえかよ。さらに5連続ダブルアップ。でも全然いいのじゃない。もう外れが増えていくだけじゃん。なやこれ。ひたすら当たり引いてるけど終わり。ああフォルネウスとアルプとバルキリーとキマイラ全部いらん。全部いらんけど、あーレベル高い順に残しとこうかな。お、またあれや。最近よく出るな、レア宝箱。フィジカルミラー。あー物販鏡かな。フィジカルミラー。あーやっぱりそうだ、物販鏡だ。まあありですね。おいね、力いっちゃうかな。いいじゃん。で、あの2人はあのハイレグをね着る縛りがあるんで、2人にして達人の同意は着せられないです。ごめんなさい。あ、鱗2個。これで揃いましたね、ようやく。お、12,000。なんか金がガンガン溜まってきた。やべえ、合流できるなこれ。